こんにちは、吉田さん。やっぱりね、私セルフバックが得意だからなんですかね。やっぱ勘違いさせちゃうことが多くて、いつも止めるんですけども、それはポイントサイトやってるセルフバックやったりを、やっぱりね、速稼塾に入って一番最初の課題としてやってもらうんですけども、ずっとそれやってるんですよ。もちろんそれずっとやるのはいいんですけども、そこには工夫や改善がなされていないことと、あとやっぱりね、一人でコツコツポイントサイトをやっても、それでじゃあ1000万円稼ぐんですかって言ったら、これは無理ですからね。3年で100万とかだったら別にいいんですけども、そんなこと望んでないと思うんですよ。これがね、いわゆるその手段の目的化なんですよね。それは一つの段取りとしてやる分であって、そんなことをずっとやって案件を増やしましょうってことではないんですよってことを繰り返し言わないといけないんですけども、やっぱりこれをね、このポイントサイトをずっとやることによってビジネスが成功するんだっていうふうに思っちゃう思考がまずは間違いだなというところで、まあ、私もね、どういうふうに伝えればいいかってことが分かりやすいってところもありますけどね。じゃあポイントサイトをやって何やればいいんだって話ですけども、それは簡単で、ポイントサイトをやって、そのやったところをずっとね、コンテンツ化するというね。私も最初そうでしたからね。最初はあんまりスキルがなかったんで、紙にプリントアウトしたセルフバックのやり方とか、そのアカウントの作り方、紙にプリントアウトした20枚ぐらいのやつをチャブートに入れて、それでお金をね、いただいて売ってたわけですよ。そういうのをね、すごいでしょ。 PDF ファイルですらなかったというね。それからしばらくして PDF ファイルってのを覚えて、遠隔の方にも PDF ファイルを有料でそういうふうに販売してね、セルフバックのやり方、それからまだ動画にして、サイトに埋め込んで、それをまあ提案するとか提供するとかみたいになってきたんですけどね。だからやっぱりこう、自分のやったことをコンテンツ化するとか、自分の01ってものを他の人の01に変えていくっていうところですかね。だから自分がやり込むことも大事なんだけども、それが答えじゃないよと。そのやり込むことを持って、他の人にもやり込めるような、ずっと続けていけるようなね、そんな誘導していくことなんだろうなと思いましたね。それにしてもすごいですね、その女性の方ね、49歳、売上そんなの立てちゃって、いやこれはね、すごいなと思いましたね。だからね、やっぱこう、その人ができるからみんなにもできるっていう風なのはちょっと言い方としておかしいと思いますけども、ただやっぱり似たような状況の方が一等中の存在になるっていう可能性はね、十分あるんだろうなと思いますよね。これからも追いかけていこうかと思います。それではいってらっしゃい。